木曜コーナーちょっぴり癒される V 撮ってきました。イエーイ、いいね V。 さあ木曜日って結構疲れがね溜まってきてるんじゃないでしょうか、はい、そんなあなたこのコーナーを見てちょっぴり癒されてほしいと思います。はい、はい、今回も癒しの V 撮ってきたんですけれども、うん、実は今回ですね、はい、自宅で相方の様子をご家族に協力していただき撮影してもらいました。どういうことですか、モーリーさん。はい、うん、撮ってきてもらったんですよ。プライベートキャッチするなや。おキャッチキャッチ深 い, いしかしですね、何何あの奥さん曰くこ れ,、はい、これがかなりの衝撃映像だったらしく、さすがにこれで流せないと感じた奥様から、はい、VTR と一緒に読んでほしいとお手紙もいただいてますんで。手紙、はい、あ、本当だ、これです。え、いつ書いた、はい、しっかり書いてもらいました。では近所からこれ代読してもらってもいいですか。はい、ではですね、モーリーさんの自宅の隠し撮り映像とともにご覧ください。隠し撮り映像、隠し撮りちゃんと言ったな。お、モーリーさんのお家、大好きなパパへ、パパにお願いがあります。お、夜中に一人でチャーハンを作って食べないで。ガッツリだな。パパ言ってたじゃない。ちゃんとレンゲも使ってる。不規則な食生活は生活習慣に合わないよ。めっちゃ咀嚼して食べてるよ。心配になって声をかけたのにストレスを感じるのはやめて。勢いな。私パパのチャーハンは絶対に取らないから。そして深夜の沖縄南部を見ながらの深酒もやめてほしい。深酒ダメでしょ。何杯飲んでも。すごい、飲みすぎ飲みすぎ。何杯目？上からね、上からちょっと二度見させて。定点カメラに映る18号線を魚にこんなにお酒が飲めんだ。沖縄南部の映像と合うんだ。合うんだ、そうなんだ。あなたの臓器が心配です。グラス OK、グラス違う、OK られたの見るね。それから横になってスナック菓子を食べるのもやめてください。出たこれ一日中だから。あ、なんか持ってきてよ。誰だろ、私の私の軽いボケにストレスを感じないで。私のボケに最後に睡眠前のスマホゲームもやめてほしいの。サーニーさん、マーニーさん、主人のこの不規則な生活にカツを入れてください。うわ、先ほどはすいませんでした。うわ、お詫びから入った。暴飲暴食、スマホまた夜から食べたり飲んだり。いや、これが、うん、さっきまで健康第一を訴えてた人の生活じゃないですよ。これはもうカツです。カツ。いや、だから声張る理由わかるでしょ。なんかごまかし、自分をごまかしごまかしみたいな感じだった。なんかこれはちょっといけないですね。このアルバムいいよや。沖縄県民の皆さん、静止画も今のモーリーさんの映像を見て、うん、打ち値したんじゃないですか。あ、いるでしょうね。毎日大量の飲酒は肝臓だけではなく、うん、全身の臓器に負担をかけるのと同時に、うん、夜遅い食事はエネルギーがあまり体脂肪として蓄積されやすいので気をつけた方がいいですよ。主婦の叫び。いや、素晴らしい、説得力ある。こっちの方がいい、こっちの方がいい。今日から気をつけます。はい、今日から生からですよ。今日からチャーハンも早い時間食べます。いやいやいや、なんか半笑いだなお前な。なんか響いてる感じがしないいいところ今日からチャーハン。奥さん心配してるのに。大丈夫ですよ。ちょっと軽い感じがするのですが、森さん、あの実はまだお手紙続きがありまして。あ、続きは、はい、もうちょっと読ませていただいてもよろしいでしょうか。お願いします。はい、では読みます。大好きなパパへ。もう40歳ですよ。お酒を減らして一緒に規則正しい生活を身につけましょう。私も栄養バランスのある食事作りを頑張ります。パパとは年をとっても元気に笑って過ごしたいです。いろんなところへ旅行も行きたいです。お互い健康に気をつけて長生きしましょう。それと来月健康診断の予約を入れたので今日から一緒にウォーキングをします。準備をして待っていてください。ママより。健康第一っすね。いや、もう感情が意味わからんけど。じゃ今の手紙でちゃんと言われたらそうだなって思いましたね。ちゃんともう今でやっと響いたって感じだな。そう頑張ります。本当に。いや、はい、奥さんまた素敵でね。本当に、はい、今回もまた結局ね、はい、癒されちゃいましたね。そうですね、このコーナーにぴったりでしたね、ということで、はい、じゃあ最後に白馬
最後に元気にあれを叫んでくださいよ。はい、分かりました。俺はこれを言いに来たんだ、はい、テレビの前の主婦の皆さん、旦那さんはお体は大丈夫ですか？生活習慣病の改善に取り組んで長寿の島沖縄を復活させましょう。1に運動、2に栄養バランス、3に健診。えいえいおー、死に力入ってるな。いや、そうそうそう、これこれ今の入ってきた、今の入ってきた、うん、よし、お前も今日から頑張れよ。はい、歩いて帰ります。はい、メタボ芸人卒業おめでとうございます。おめでとうございます。これほんの10分前に俺が渡したやつよ、これ。いや、本番前にやってきた。いやいや、これもう俺これ買ってたの。いやいや、今日は雨降ってるから、もう傘も花も、もうドア開けて、もう持って帰る、持って帰る。急に卒業みたいになってる。ゲストが卒業って、はい、バイ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 。はい、以上ちょっぴり癒される V 寂しい、バイバイ、取ってきましたのコーナーでした。持って帰るよって、あれ森さん歩いてね。はい、ありがとうございました。